面問題をめぐる一部報道で書き換えの疑いが指摘された決裁文書に関し、財務省は今日の参議院予算委員会の理事会で決裁文書原本の写しを提示する見通しです。韓国ムン・ジェイン大統領は北朝鮮が核ミサイル実験を凍結する用意があるなどと表明したことを受け、アメリカと北朝鮮の予備的対話の条件が整ったという認識を示しました。今日北朝鮮を訪問した特使団の立って特使団トップをアメリカに派遣することにしています。自民党の憲法改正推進本部は大地震などの災害によって国会が十分に機能しない場合、政府の権限を強化する条文案を軸に調整を進めることになりました。